つるくんはお昼はこうやってぐでーんとしてます。で、今日はね、クーラーをつけてるのですが、暑いので朝の後はしっかりぐでーんとします。これが子猫のルーティンです。なんていうの、何を探してるんですか？痛いよ、それは。それは痛い。痛い。痛い。熱いやろ。その動くの。そんな怒るな。もういいよ、触らん。そんなこと言うな、絶対触らん。いった俺の身を噛もうとするな。気持ちいいやろ。ヒヤヒヤマットです。ぐでん。痛い。びっくりした。ごめん、絶対構わんで、お願い。いや、急に俺のお尻の上で座った時、俺の手の上でうんちするのかと思ったらずったこれ気持ちいい。そう、いいよ。リラックスしなくていいよ。そこ真ん中、中途半端に子供がいるやろ。眠くなってるやん。ついな。気持ちいいか。こうやって暑い日はこうやってゆっくりしてるよな。ゆっくりこのまま。よいしょー、おいで。だらんとしようよ。だらんとしようじゃん。そう、それでいい。だらんとして。そんな痛い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 。さっきから痛いよ、もう俺はもうゾロ君と絶好。出ろ、おいで。おいで。